はい、どうもこんばんは、ミスチラです。今日はですね、ミスチルセルフプロデュース機を振り返ろうシリーズの第3弾ということで、今日扱う曲は、Here Comes My Love ですね。いや、来ましたね。もう大好きな、大好きな曲なんで、今日はね、もういかに僕が Here Comes My Love 好きなのかを語っていくんで、まあ長くなると思います。1時間ぐらいかかるかもしれないんで、まあ覚悟して聴いてほしいんだけど、いやまあセルフプロデュース機で何の曲好きって聞かれたら、僕この Here Comes My Love 上げる曲の1曲ですね。まあ、前回と前々回の Your Song とか、Brand New Planet ももちろんあげるけど、まあ、その中にこの Here Comes My Love ももちろん加えさせていただきたいと思うし、あと次回のね、曲も、加えます。っていうか、まあ、結構たくさんあるんですよ。セルフプロデュース機で好きな曲たくさんあるけど、まあ、ちょっとフィーチャーしたいなって思ったのは、まあ、この3曲や4曲か。はい、という感じで、まあ、どうでもいいんだけど、まあ、今日はね、この Here Comes My Love の魅力を語る前にちょっとね、この Here Comes My Love のちょっと軽い概要を喋りたいと思います。はい。この曲ね、2018年の1月の19日に、デジタルシングルとしてね、そう、配信シングルとして販売されたんですよね。そう。で、確かね、これ2018年じゃないですか。で、僕ね、このシングルでは聞いてないんですよ。僕この Here Comes My Love は、重力と呼吸が出てから初めて聞いた曲なんですよね。で、なんかね、やっぱシングルって聞く気にならなかったんですよね、配信シングルで。で、あとドラマの曲だったんですよね、確か。うん。不可教かなんかが出てたドラマだったと思うんですけど、なんかね、ドラマ、僕あんま好きじゃないんですよ、テレビドラマ。うん。テレビドラマもそうだけど、なんかドラマとかなんか映画とかあんま好きじゃなくて、で、その主題歌で、主題歌聞くために映画見に行くのとかあんま好きじゃないんですよ。なんか、映画が良かったから曲もいいみたいな。そう。ドラマが良かったから曲もいいみたいな。なんかすごい、そういう考えになっちゃうというか、なんて言うんだろう。これ説明すごい難しいんだけど、僕は曲として聞きたいから、なんか余計な情報を入れたくないんですよ。ドラマの情報とか、なんかドラマがこうだったな、だから曲が流れるみたいな、なんかそういうなんかね、曲で評価したいから、ドラマのなんか情報を、できる限り排除した状態で僕曲を聞きたい派なんで、基本的に僕ミスチルの曲もそうだし、まあ他の曲もそうなんだけど、ドラマとか見ずに、そう。ドラマの情報とか入れずに、曲から聴くっていうのが、僕はいつも通りの曲の聴き方なんで。だから、基本的に言うとドラマとかもそうなんだけど、ミュージックビデオも僕あんま見ないんですよ。そう。基本的にミュージックビデオがいいから、曲がいいみたいな、なんか、錯覚に陥るんですよね。そう。まあ、最近結構そういう人多いと思うんだけど、まあ、ミュージックビデオがいいから、イコール曲もいいみたいな。いや、それ違うだろうみたいな。そう。曲は曲だし、あくまでミュージックビデオは曲を聴いてもらうためのなんか、あくまでサブでしかないんだから、そう。だからそこに影響されちゃうっていうことも、したくないし、そう。なんで僕は基本的にドラマは見ないんですけど、そう。だから、ドラマで聞けたけど、僕はドラマも見てないから聞いてないし、結局最終的に最初に聞いたのが、重力と呼吸がリリースされた時で。だから正直言うと、あんま Here Comes My Love、あんまり、好きじゃないかな、とも思ったんですよ。そう、なんかドラマで使われるっていうぐらいだから、まあ、大したことないんじゃないみたいな。そう。まあ、正直この、自分の中でハードルを下げれたってところも、好きになった要因の一つでもあるし、うん。で、かつ、やっぱりうん、ドラマの主題歌だしね、みたいな。そう。ドラマの主題歌ってことは、つまりは、大衆系、そう、あんまりミスチルを聞かないような人たちにも受けるような内容みたいな感じで作るから、結局。やっぱりね、なんだかんだ言って。だから、多分ね、多分好きじゃねえやと、うん、思ってたんだけど、まあ、重力と呼吸で聞いたときに、あ、これは名曲だと。まあ、ハードルを下げてたところも良かったんだけど、そう。だけど、いや、これは名曲だと。うん。まあ、ドラマの主題歌とかそういうのは置いといて、抜きにして、いや、これは、新しいと。そう。まあ、このね、ミスチルセルフプロデュース機振り返ろうシリーズで、上げてる曲って基本的に、どういうところを、メインで選んでるかっていうと、新しいかどうか、今までのミスチルっぽくないかっていうところに、フィーチャーして、4曲選ばせていただきました。うん。で、まあ、Your Songもそうだし、ブランニュープラネットもそうなんだけど、この Here Comes My Love は、いや、本当に新しかったんだよね。僕が感じた限りだと。うん。で、まあね、ピアノなんだよね、イントロが。そう。パン、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 パンでね、始まって、そう。まあ、最初聞いた時は、あ、ピアノじゃん、みたいな。こ
これ小畑やんみたいな。まあ小畑絡んでないんだけど、この曲ね。そう。だけど、あの、やぶり捨てようかなって始まって、で、最初は、ピアノと桜井さんのボーカル。で、飲み込んでおくれで、じゃんじゃかじゃーんの、エレキの音がね、入るっていうね。そう。最初の、あの、A メロの1番っていうかな。そこは、その冒頭は、ピアノと、ボーカルの、まあ、小畑家にもあったような、あの、始まりなんだけど、いきなり、ロックになるんだよね。いきなり、ぐろっとバンドサウンドになるっていうところも、こんな曲あったっけなと。まあ、振り返ってね、あの、ちょ、僕も抜けてるところもあるんで、僕、まあ、ミスチルの曲全部知ってるけど、まあ、そこまでね、あの、なんて言うんだろう。パッと出てくるほど覚えてないんで、うん。まあ、多分ね、こんな曲あんまないと思うんだよね。で、かつ、やっぱりその小畑劇にはなかったバンドサウンドっていうのが、すごい、くっきり前に出てるというか、いきなりね、その、で、音もね、ギターの音も、なんか、今までにないような、なんていうの、ちょっとレスポールの重い音みたいな感じの雰囲気がしたんだよね。うん。そう、まあ、どのギターで使ってるかはわかんないけど、確かね、その、ライブとかでも使ってる、レスポールを多分、レコーディングでも使ってんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、あんまりテレキャスターっぽい音じゃない。うん。あの、どっちかというとハムバッカーのレスポールみたいな、ちょっと、重低音な音なんだよね。そこも新しい。で、そこはね、あそこはなんて言うんだろう、誰が弾いてんだろうね。まあ、桜井さんかな。ライブでは桜井さんが弾いてるから、多分レコーディングでも桜井さんが弾いてると思うし、ギターもレスポールなんだろうとは思うんだけど、まあ、正確な情報はね、僕知らないし、公表されてないから、そう、何が正しいことは言えないんだけど、正しいかは分かんないけど、そんな感じで音がいきなりバンドサウンドになるっていう、そこも良かったし、歌詞も好きですね、歌詞も。そう。で、なんかこのドラマは僕、一秒も見てないから分かんないんだけど、確かなんか、子供が欲しいんだけど、なんて言うんだろう。なかなか妊娠できないみたいな人の話だったんかな。ちょっと、これは家族から聞いた話で、そう、このドラマを家族は見てて、そう、で、こういう内容なんだよ、みたいな。で、主題歌ミスチルみたいな情報は知ってたから、そう。で、なんか歌詞も、ぶっちゃけその、ドラマに合わせてんのかなとは思うんですよ。そう。なんだ。飲み込んでおくれ、巨大なクジラのようにとか、あと、まあ、海原を僕は泳いでいこうみたいな感じで、結構なんか海がテーマなのか知らないんだけど、多分これ海がテーマなんじゃなくて、多分この地球の中っていうかな、その、台湾その、そう。この、台湾の中をまあ海に例えて歌ってるんじゃないかなっていう、そう、思ってて、で、あって当然と思ってたことも、実は奇跡でと。まあ、そのね、我々はね、まあその、このね、精子と卵子が結びついて、みたいな。そう、そんな感じで、すごいさ、何匹の、精子の中で選ばれたのが一匹で、で、それがね、融合して生まれるみたいな。そういう感じなんじゃないかなと。そう。で、その、あって当然と思ったことも、実は奇跡で、そう。で、数えきれない偶然が重なって、まあ、これも、その何匹の中で一匹選ばれるっていう偶然が重なって、で、今の僕がいるし、今のあなたがいるみたいな感じの解釈を勝手にしてます。はい。まあそんな感じで。まあそこも、まあドラマに合わせてるかもしれないけど、まあ僕はあんま歌詞はすごいとはあんま思わないし、基本的に曲。なんだけどそのサウンドがやっぱいいね。うん。歌詞はどうでもよくて。うん。歌詞もいいんだけど、僕歌詞もこれいいなと思ったんだけど。で、ギターソロとかね。そう。あのギターソロは、多分小畑絡んでたら多分ないと思うし、なんかちょっと薄っぺらい感じの、なんか、バンドサウンドじゃなかった気がするね。わかんないけど、そう。あのギターソロはね、何回聴いても飽きないし、かっこいいしね。僕、重力と呼吸ツアーは行けてないんですよ、実は。うん。重力と呼吸ツアーは行けなくて、まあその前にあったプレライブっていうのは行けたんですけどね。そう。まあ皆さんはチケット代をね、お金払ってしかミスチルライブ行けないけど、僕ただでミスチルライブ行けるんですよ。そう、選ばれしミスチルファンなんでね。で、僕その、重力特急ツアーは全部外れたけど、その前にあった、プレライブみたいな、東京ドームシティホールっていうなんかめっちゃちっちゃいホールで、で、やったその重力特急のツアーのセットリストのなんか縮小版みたいな感じで。まあ、そこでは Here Comes My Love やんなかったんですよね。うん。まあ、残念だなと思ったんだけど、
だから僕まだ一回もHere Comes My Love生で聴けてないんですよね。なんだけど、その重力特急ツアーの DVD とかではもう僕Here Comes My Love を必ず見ますね。というか、重力と呼吸ツアーは、Here Comes My Love のあの、ね、あの、ビデオを見るためにしか見ないというか、そう、あれ以外あんま見ないみたいな。いや、あれ以外にも見る、たくさんあるけど、まあ、そんな感じで、いや、あのギターソロ圧巻だよね、ほんとね。レスポールを弾いてるっていう、なんか、桜井さんってやっぱ、なんか、どっちかというと、テレキャスターのイメージが強いけど、レスポール持つって、なかなか珍しいじゃないですか、最近は。昔は結構あのね、持ってた時期あるけど、そう。なんか、レスポール持ってる桜井さんがすごい、あの、珍しいし、かっこいいし、で、あのギターソロも、なんかすごい、桜井さんが弾いてる感じがいいよね。で、田原さんって多分ね、あんな、なんて言うんだろう。バリエーションっていうかね、いや、田原さんも頑張れば弾けると思うんだけど、やっぱ、桜井さんのあの、なんか、チョーキングの感じ、チョーキングっていうのは、まあ、ちょっとここにギターがあるんで、やるけど、みたいな感じ。普通に鳴らすと、こうだけど、こうやってね、弦を引っ張ることで、みたいな感じの、こう、このチョーキングの感じとかね、僕、桜井さんのギター好きなんだよね。まあ、そんな感じで、そう。あのニュアンスはやっぱり桜井さんでしか出せないと思うし、大好きなんだよね。そう。で、まあ、その、バンドサウンドとピアノサウンドがすごいうまく融合してるし、僕はあの、ロックバラッドのマスターピースだとね、勝手に思ってて、なんかこんだけ、その、ピアノのサウンドとバンドサウンドがうまく融合してる曲って、あんまないんじゃないって。そう。ちょっとあの、僕がね、その、聴いてる範囲がすごい狭いってのもあるし、そう。まあ僕、他にはサザンオールスターズとか、スピッツとか、ビーズとか、あとまあ、イエローモンキーを最近聴き始めたりしますけど、まあユーミンとかね、聴いてますけど、あんまりこういうなんか、ロックサウンドと、ピアノがうまく交わってる曲ってあんまなかったなと思って、ミスチルとしても新しいし、なんか僕が聴いてる範囲の J-POP としても新しかったんですよね。いやーもう何回聴いても飽きないし、重力と呼吸の中で一番好きなんですよね。多分確か前にあの重力と呼吸ランキングのレビューみたいな動画も出したんですけど、多分1位にしてると思います。Here Comes My Love。本当に。であと語ってたらキリがないですね。まさにもう過小評価されてるとしか言いようがないというか、なんかあんまりHere Comes My Loveめっちゃ好きっていう人もあんまり聞かないんだけど、僕めちゃくちゃ好きですね。そう、そんな感じですかね。あと語ること、いや、まあいろいろあるんだけど、ちょっと動画実施するとね、やっぱりその尺の問題もあるから、あんまり長くダラダラとは語れないんだけど、そう、ちょっと概要を見ながら言おうかな。感想のギターソロは桜井によるもの。これはもう知ってるけど、あ、クイーンを意識した。なるほどね。確かにね、まあ、そのギターソロだけじゃなくて、その、サウンドもね、なんかどっちかというとその UK みたいな。まあ、前回のブランニュープラネットの時も言ったけど、まあ、Your Song とか、Here Comes My Love ってどっちかというとその、イギリスのロックを意識した感じのテイストだとね、僕は思ってて。そういう、点に関してやっぱりその、すごいシンプルですよね。で、5分58秒っていう結構まあ長めの曲ではあるけど、あんま長く感じない。だからやっぱり飽きてないというか、飽きないんだと思うんですよ。そう。飽きないからこそ5分58秒がそんなに長く感じない。で、曲の構成もね、なかなかイントロの、イントロと B メロが一緒なのかな。そう。そう。イントロと B メロが一緒なんですよね。そこもなんか新しい。そう。イントロのところが B メロでまた始まるっていう。そこもいいなと思いますね。まあ、語ってたらね、キリがないですね。ちょっとダラダラと語っちゃうことになっちゃうから、まあ、ここら辺にしときましょうかね。皆さんのね、Here Comes My Love の印象とかも聞いてみたい。マジで。いや、あんまいないんですよね。Here Comes My Love めっちゃ好きだ。なんかどうせね、どうせあの、終わりなき旅とかね、いうやつがいるし、まあ、セルフプロデュース機で好きっていう、まあ、足音とかはまあいると思うけどね。Here Comes My Love 好きっていう人、いないっすね。僕はやっぱギターするし、なんかその、ミスチル以外も聴くっていうところもあるから、もしかしてこういう意見なのかもしれないし、いやでも最高傑作だと思いますね。セルフ機能。特に。まあちょっと、ジャンルは違えど、僕、
ピアノテイストかつバンドサウンドの融合みたいなので言うともうダントツですね。そういう感じです。はい。いやー、終わります。はい。もう長々とね、もうちょっと喉も疲れるんで、はい。終わりますね。はい。皆さんの意見もね、ぜひね、下に書いてみてください。はい。そういう感じで、今日は Here Comes My Love の徹底解説っていうか、まあ、勝手なレビューですね。はい。という感じでですね、引き続き、まあ、次回はね、最終回。最終回って、まあ、現時点でね、そう。まあ、他にもセルフプロデュース系いい曲たくさんあるんだけど、まあ、特にフィーチャーしたいなと。そう。新しさを感じた曲を4曲絞ったんで、まあ、また、次回で一応、終わりではあるけど、もしかして、続編もね、やるかもしれないんで、はい。まあ、見たい人は見てください。という感じで、まあ僕自身もこうやって、まあね、ミスチル解説してますけど、まあ僕自身もミュージシャンやってるんで、ぜひね、興味のある方、ぜひ、下の概要欄に、ファーストアルバムの情熱の引きこもりのリンク貼っとくんで、まあ配信限定なんでね、ぜひ、聴いてみてくださいという感じで終わります。社会に出る辛さで、酔いざめのギター。よく聞きあさる本場で会ってすぐディナー何がたって言った後の通りやね狡猾に変え